マルベーニ星か。何か。ルクスリアに向かった天の聖杯の件でご報告が。構わん、入りなさい。失礼いたします。そうか、天の聖杯は真の手に。所詮は子供、その程度であったか。それとも得られぬ力を得るか。聖火。ヘルテル。は。儀式の用意を。承知いたしました。兄貴、まだ起きてこないも。もう2日になるも。あれほどの傷を受けたわけですから、命に別状はなくても体が休息を必要としているのでしょう。大丈夫かな、あいつ。レックス。何それ。帰るんだ。は？帰るってどこに？どうしようかな。じっちゃんは小さくなっちゃったし、やっぱアバリティアかな。リックス、お前。アバリティアかなじゃないよ。ホムラはどうすんだよ。あんた今の状況わかってる？記憶が飛んでるとかそんなんじゃないよね。記憶ならあるさ、ちゃんと。だったらいいんだ。いいって。天の聖杯のドライバーとか言われてその気になって、自分になら何でもできると思い上がって、でもほとんど何もできなくて。できたことって言えばホムラを傷つけることだけで。だからもういいんだ。いいわけないだろ。あの子はあんたを守るために捕まったんだよ。知ってるよ。でも無理だ。無理って。あんなすごいやつに勝てっこない。俺なんかじゃとてもかなわない。それがよくわかったんだ。あいつらといればホムラはもう傷つかないで済む。だから帰るんだ。もともと無理だったんだ。楽園もドライバーも俺にはサルベージャーの方が。こんなバカ野郎。痛いか。でもね、ホムラの心の痛みはこんなもんじゃないよ。もっと何倍も痛いの我慢して、あいつらのところに行ったんだ。私たちを助けるために。分かってるよ、そんなこと。
だからってどうすればいいんだよ。技なんて一つも効きやしなかった。デバイスの攻撃だって弾かれて、あいつには全く歯が立たなかったんだぞ。戦えば戦うほど穂村と光を傷つけて、だったら俺なんかそばにいない方がいいんだ。本気で言ってるの？あの子がどんな気持ちであなたの元を去っていったのかわかる？私がそばにいるとレックスはいろんなものを失ってしまうんじゃないかって。だから私がそばにいない方がレックスも世界もきっと幸せになれる、そんな気がするんです。自分がいない方がいいとまで言わせて、それで何とも思わないの？あの子はね、あいつらと差し違えるつもりよ。そうまでさせて、それでもあなたはあの子と楽園に行きたいってあなたの思いはその程度のものだったの？久しぶりだね、父さん、母さん。俺ドライバーになったんだよ。すごいだろ。それでこの人はホムラ、俺のパートナー、とっても大事な人なんだ。俺ホムラと一緒に楽園に行くことに決めたんだ。この先何が起こるかわからないけど、ホムラと俺を見守っていてくれよ。もういいよ、私たちだけで助けに行こう。こんなやつ私たちの知ってるレックスじゃない。どこでも好きなとこに帰っちまえばいいんだ。皆さん、さすがにそこまで言わなくても。ここは女性陣に任せようじゃないかな。俺はそうですもん、今のレックスは全然レックスらしくないですもん。たった一度負けたくらいで諦めて、情けないったらないですもん。だけどグダグダ言うんじゃないですもん。ハナ、そんなレックス見たくないですもん。ハナもご主人も本物じゃないですもん。だからレックスたちにすっごく憧れてましたもん。レックスは今までとっても頑張ってきたですもん。レックスが頑張るから花もご主人も頑張れるんですもん。レックスは目標なんですもん。ずっとずっと走り続けていてほしいんですもん。だからこんなところで立ち止まっちゃ嫌ですもん。花、王子。ボン。親父がボンを読んどる。王宮に行くで。